メルキオーレ・チェザロッティメルキオーレ・チェザロッティは、イタリア・ベネツィア共和国支配下のパドバ出身の文学者、詩人、翻訳家。チェザロッティは、フランス革命を支持した、啓蒙主義者で1763年に、オシアンをイタリア語に翻訳し、イタリア文学界に、ロマン主義の機運と旋風を巻き起こしたとして名高い。1730年5月15日、 イタリア・パドバにて貧しい貴族のもとに生まれる。1763年に、チェザロッティは、スコットランドの作家、政治家、詩人、文芸収集家であるジェームズ・マクファーソンが表した、オシアンをイタリア語に翻訳し、フランスの軍人のナポレオン・ボナパルトの愛読書の一つとなった。1768年、パドバ大学でギリシア語、ヘブライ語、古典語の教授として務める。なお、 チェザロッティの教え子であった、イタリアの詩人であるウーゴ・フォスコロラが影響を受けた。パドバ大学に勤めている間、古代ギリシアの吟遊詩人である、ホメーロス著の女ジ詩ジ、イーリアスも翻訳した。1785年、または1800年に、主著言語哲学論考を表して、言語の問題に関して、重要な著作となった。万有百科大辞典百七十三 P375ABC がヒロと、チュコフスキー、日本大百科全書、2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。